杉薬局プレゼンツ教えて薬剤先生。今月は特別編、岐阜薬科大学原秀明学長と岐阜新聞社杉山幹雄最高顧問による薬と健康にまつわる話をお届けしています。今日のテーマは薬に込めた思いです。薬学の道へ進む人の気概、やりがいと何でしょう。はい、そうですね、薬剤師になったら薬をの処方通りに適切に薬を渡すと、で患者さんのいろんな体調を聞いたりするんですが、そういう中でコミュニケーションとか非常に大切なんですね。でコミュニケーションというのはやっぱり私ども薬剤師が患者さんに渡すと、数日後にまた来られる、非常に良くなったよとか、おかげさまで体調も良くなったよ、ありがとうとこう言ってくださるというのは本当に嬉しいんですよ。で感謝される、でそれはやっぱり人から感謝されるということは、まあ、よかったなとこう思うわけですので、それがまた頑張ろうと思って、またお元気ですかとか、ね、薬局に来てくださるとそういう言葉をかけるんですよ。もう簡単に言うとその言葉ですね、言葉で支えられているというか、そして、もっと偉そうな言葉で言えば、患者さんの命、患者さんの健康は私どもが守ってるんだという自負もあります。そういう気持ちで患者さんに一生懸命薬局の先生、薬剤師の先生方は接しています。90年を迎えた岐阜薬剤の、はいはい、僕はやっぱり本当に日本の一流の製薬会社、岐阜薬剤の方々多いですね。そうですね、多いです。杉薬局さんは創業者のご夫妻が岐阜薬剤、はい、そうです、ご卒業でご長男で現社長も岐阜薬剤、そうなんです、地元にそういう有名というか、本当経済界の芯になるようなそういうお店が岐阜薬剤の卒業生の中から出るというのは、これは大きいですね。いや嬉しいですし、なんか困ったなと、体調がおかしいとかいう時はすぐ行けますからね、そういう場所がありますから、それは本当にありがたいと思います。だから地域に密着したそういう薬局が多く出てくるというのは嬉しいですね。それも本学の OB の方々が頑張っておられるというのが最大の喜びです。学長、はい、90年は当然通過点です、はい、そうですね、あと10年先は岐阜薬科大学100年でございますから、わかりました。その時さらなる発展というか、大きな大きなまた一つのね、はい、関門がありますので、素晴らしい人材を育成しながら、はい、日本のため世界のために岐阜薬科大学の仕事をしてください。ありがとうございます。陰ながら願っております。ありがとうございます。